地図を持って現役を引退することになりました。今まで現役やってきた中で結構一生懸命やってきたので、何の後悔もないですし、自分でも驚くほどさっぱりした気分です。キャンプ大会でいうとやっぱり長野オリンピックの団体で金メダルっていうのがやっぱり一番今考えてる印象に残っています。子供はいつもの通り、もう夫のジャンプは見れないのかっていうことで、少し残念になりましたけど、今度は自分がオリンピック行くと言って頑張って、これからまたコーチとして皆さんにお会いすることはあると思いますので、今後とも選手ともよろしくお願いしますということで、本当に長い間ありがとうございます。